はい、で沸きました。これが味付けになる作り方。マジで飯食えるね。どうもそこらのおっさんです。ということでですね、今回は油揚げ料理ね。最近さ、物価めちゃくちゃ高いじゃない。俺もあのスーパー行くとさ、めちゃくちゃびっくりするんだけど、俺と同じ虚無状態のみんながさ、絶対に困ってると思うの。虚無っていうのは簡単だっていう意味と安いっていう意味が含まれてるんで、で今回は安売りの油揚げ。油揚げさ、いろんな種類あるの知ってる？みんな一番太いやつで土地揚げっていうのがあるんだけど、その後に手揚げで、一番安いのはこのふっくら油揚げ。大体5枚入りで売ってるやつなんだけど、これめちゃくちゃ安いのよ。これでね、うちの近くのスーパーだと100円しないんだよね。これを使うと、まあ、2枚でいけるっていう。これでご飯くれたら、どんなに世の中の虚無のやつらが助かるか俺考えたんですよ。虚無なお前らを作りたい。虚無油揚げご飯作りたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、油揚げ、ご飯、調味料も言っちゃうけど、かつお節、醤油、みりん、味の素、七味、あと水、そんだけ。簡単でしょ。で作っていく。まず油揚げ半分に切ります。ハサミで切ってもいいんだけど、包丁で切った方が綺麗に切れるから、これで包丁終わりで、ここに調味料全部入れていく。これぞ虚無。油揚げって多分1枚20円もしないから、ご飯さえ用意しとけば50円とかで食える。こういうのを多分みんな待ってると思ったんで、またね、この油揚げの作り方を覚えておけば、いなり寿司にできたりとか、きつねうどんとかきつねそばとかにできるから、覚えておいた方がいいと思う。みりんが大さじ3杯、味付けます。みりんが足んなかったら砂糖入れたっていいです。味の素が2振り。これで昆布の旨味つけます。で、かつお節、味の素の昆布の旨味とかつおの旨味で合わせ出しと同じ効果が得られる。で、ここに油揚げ切ったやつポポッと入れる。これさえ覚えておけば、マジでこの味付けいなりはあのどこでも通用するんで、うどんそばはもちろん、炊いたら保存もできるから、ラップして4、5日は保存できるんで、味付けいなりの作り方は本当に覚えておいて。ご飯、この間酔っ払い料理キングが炊いてた至高の白米っていうのを盗んできたから、これ使います。はい、じゃあ沸かします。じゃあ一回沸かせる。この下地は、まあ、かなり使えるんで、醤油と砂糖とみりんだけで煮込むやり方もあるんだけど、だしを入れた方がうまい。ご飯と食うんだったら、そばとかに入れるんだったらだし感はいらないんだよね。なんでかって言ったら、そばつゆとか、うどんつゆにだしが含まれてるから。でもご飯と食う場合はグルタミン酸のうまみとかつお節のうまみと香り、これ必ず加えた方がいい。なんでかっていうと、ご飯に合うから。油揚げは所詮豆腐を揚げただけのものなんで、ご飯を食べるためにはうまみと味が必要なんだよね。そこをこの醤油ベースのだし汁で入れていく。はい、で沸きました。一回ねひっくり返して、全体的に水分が回って染みやすくなるんで、一回ひっくり返します。そしたら弱めの火で5分ぐらい、じんわりとお揚げにだしを煮ながら吸わせていく。そうすると最高にうまい味付けいなりになるから、これがねめちゃくちゃうまい。3分ぐらい経ったんですけど、もう一回ひっくり返します。ほとんど汁吸われてますね。まあ、最終的にひっくり返して汁を全部吸わせてください。これが味付けいなりの作り方。かつお節がちょっと邪魔だなっていう方は、最初にレンチンしてかつおの粉にしても全然いいんだけど、これでいいと思います。ちょっとね、今回4分でもう全部染み込んだっぽいんで、染み込まなかったらここで蓋開けて水分をちょっと、弱火で、飛ばしてください。そうすると全部ここに吸い込まれるんで、吸い込まれたかどうかっていうのはこうやってペロッとめくって、水分がなければ OK なんで。はい、じゃあご飯よそっていきます。本当に油揚げだけでもいいです。まあ、もしもうちょっと料理っぽいもん食いたいなと思ったら、ここにね、ネギパラパラと敷いてもいいし、何でも OK。 したら油揚げをここに乗せていく。乗せ方としては料理っぽくするためにこうやって重ねましょうか。これはこういう貧乏飯に何度も何度も助けられたんで、今の人たちはこういう貧乏飯とかね、知る機会がそんなないかなっていうふうに思う。油揚げって結構余りがちだったりするんで、余りがちだったらこういうね味付けにした方がいい。まああればでいいんだけど、七味をかける。七味っていうのは柚子の風味があるから、普通の一味唐辛子より風味がつくんだよね。だから高級感が増す。はい、キャンプ戦は完成。じゃあちょっと食べましょうか。一つ言っとくけど、俺の虚無
ご飯シリーズでもトップクラスでうまい。めちゃくちゃうまい。揚げに味がめちゃくちゃ染みてる。揚げの染みた出汁がめちゃくちゃ美味しい。これはうまい。飯が甘くないお稲荷さんの味だ。中が酢飯じゃないお稲荷さん、そりゃうめえか。これ多分食ったらびっくりする。これでいいやっていう気持ちになる。豆腐はね、タンパク質もあるんで、油揚げって一回揚げてあるから旨味を吸うんだよね。すごい。油揚げたった2枚でご飯こんだけ食えるって結構すごいと思う。マジでうまい。ちょっとこれ誰かに教えたい。誰か食べて。はい、キセンは。キセンは食べたことある？ないっすね。いなり寿司とかならって感じですけど、うん、俺もどこでも見たことない。あ、うまっ。汁多めの炊き込みご飯的なイメージですね。あ、味の感じはそんな甘いのが好きじゃないから、うん、お稲荷さんより全然甘くないと。それよりだしを効かせて、うん、即席炊き込みご飯みたいな感じさ。まじ味はうまい。これその表現いいかもしれない。炊き込みご飯は1時間待たないと食えないからね。切って煮て8分ぐらいでできる、うん、材料もね、油揚げだけで済むから。上品。味が鰹節と味の素は結構上品な味になるから、うん、これやっちゃえば油揚げって1枚あたりもめちゃくちゃ安いんだけど、うん、薄っぺらい油揚げ2枚でご飯全然食える。全然いけますねこれ。全然食える。貧乏アルバイト生活の時に知恵だから、うん、油揚げなんて買わなかったかな。買わないっすね。いや、うまいぞこれ。先節約虚無ご飯。ジャンク系かと思いきや味めちゃめちゃ上品ですし、まあ、がっつりご飯食べたい人はこれおすすめなんで、ぜひやってください。じゃあやります。まあ料理研究家だとここで茶番をやるんだけど、氷バーってやるやつね。あれムカつくからやりません、ね、たまに俺がジャックするんだけど、普段の動画がうるさいっていう人のために、俺最近のサムネ自分の顔出してんだよね。あ、これうるさくねえやっていうふうに思うと思う。業務料理っていうのはやっぱりあの最低限の料理、給料上がんないのに物価だけ上がって、こういう世の中を生き抜くためのサバイバル術でもあるので、どうやって保存したらいいかとか、どういう風に使えるのかっていうのは口うるせえかもしんねえけど、説教じみてる感じで聞こえるかもしんねえけど、世の中のね役に立てばと思って。俺も昔月収9万円で一人暮らししてるから、その大変さは分かる。もっと頑張って働けばよかったんだけど、塾だったからな、その時は中卒だしっていうところがあるから、こういう節約飯、貧乏飯に対しては、人一倍あります。その中でもうまいもん食いたいっていう、そういうわがままを叶えられる、それが虚無だし、語っちゃった。